どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、クレステッド月光の日々のお世話についてお話ししようと思います。はい、クレステッド月光、別名王冠帝ヤモリね。この子ね、爬虫類飼育者の中でも比較的人気が高くてね、っていうのもね、丈夫で飼育しやすくて、色やカラーも豊富で、お値段もね、比較的お求めやすい子が多かったりでね、結構初心者におすすめの爬虫類でよく挙げられるんですけれども、果たしてどうなのかというのをね、僕が普段行っている日々のお世話の様子をね、ちょっと今日ね、そちらの掃除の様子をお見せしながらお話ししようと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、こちらが我が家のクレステッド月光の飼育環境です。こちらケージはジェックスのグラステラリウム3045のガラスケージを使用しています。でね、今回最後にこのケージの清掃をしてからだいたい5日ぐらい経過したんですかね。まあ、この動画用にね、ちょっと放置してたんですけど、見てもらえます？これね、壁に張り付いてるのうんちなんですよ。クレスね、結構このガラスの側面とかね、この流木をね、うんちとおしっこで汚すんですよね。はい、これわかりますかね。あ、後ろのコオロギ落ちちゃった。はい、この白いの、これね、全部おしっこ、尿酸がね、垂れて固まったものなんですけど、まあ、大体5日間でこれぐらい汚れますかね。あ、ほら、こうやってね、流木にもおしっこがついてますね。はい、当然ね、この床材のヤシ殻にもうんちは落ちてますね。あ、これね、カリカリに固まったうんちですね。はい、こっちにもおしっこ垂れてますね。しかもクレスのうんちとおしっこね、結構独特な匂いするんですよね。なんていうんですかね、ちょっと牧草をね、もわっと湿度上げた匂いみたいな、なんか伝わるかなこれ。はい、ということでね、じゃあ早速ね、こちらのうんちお掃除していこうと思います。じゃあちょっとね、大掃除するんで、その間は別のケージに避難しておいてもらいましょう。さ、はい、こちらが我が家のクレステッド月光のクレタンです。いや、めちゃめちゃ可愛いでしょ。まつげもパッと上がってね、しかもクレスね、人慣れもしやすくて、このようにハンドリングしやすいというのがね、やっぱり人気のポイントではないでしょうか。しかもこの触り心地もね、ペタペタもちもちしてて最高なんですよ。まあこのまま一生見とけるけど、そんなわけにもいかないんでね、じゃあ早速清掃やっていきます。まずはね、こうやって流木を外して、もうこのおしっことうんちはね、直接水洗いしてブラシで取っていきます。あー、インディアンおじさんもね、頭にうんちぶっかけられてますね。はい、続いてね、こちら除菌消臭剤のイオレイズも一旦回収します。はい、このね、床材こんな感じですね。結構うんち落ちてるでしょう。あ、この黒いのそうですね。うん、まあクレタンはね、まだ成長期なんで、毎日餌食べて毎日おしっことうんちするんでね、それでこんだけ汚れてるんですけど、まあフルアダルトになったらね、餌の量も減ると思うんで、もうちょっとメンテナンスは楽になるかなと思います。まあでもコツはね、うんちとおしっこは気づいたらその都度清掃するっていうのが、まあ、清潔でいいのかもしれないですね。はい、でも今回はね、5日分の溜まったうんちをどっさり清掃していきます。いやー、結構してるな。はい、こんな感じでね、じゃあこのインゴジもね、ちゃんと、はい、ブラシでね、水洗いしていきます。あ、そう、それで今うちね、クレタンまだ幼少期なんで結構虫を与えてるんですけど、こちらはね、コオロギのね、抜け殻、脱皮殻ですね。やっぱ幼少期はね、虫を与えた方が体作りになるということでね、あのレパシーのクレスフードも与えてるんですけど、今の段階ではね、結構コオロギをメインで飼育してますね。だいたい1日3匹程度を毎日食べてくれてますね。まあでもクレスはね、人工飼料だけでも育てられるっていう子がいるくらいなんで、その点もね、初心者におすすめなんだと思います。はい、では続いてはこちら、ジクラ爬虫類専用万能除菌消臭剤を壁にかけて掃除していきます。まあ、結構ね、やっぱりおしっこがこびりついちゃってるので、こちらジクラのスプレーね、除菌効果があって、それだけじゃなくて消臭効果もありますので、クレスの嫌なうんちとおしっこの匂いもね、これで一発で取り除けます。いや、これほんとおすすめです。はい、じゃあ、あとはね、スーパーゴシゴシタイムです。いや、結構ねこびりついてるんでね、まあこういうのもあるんでね、うんちとかおしっこはその都度気づいたら掃除するっていう方がいいのかもしれないですね。まあでもこんなにうんちしてね、ケージ汚すのも子供の頃だけだと思うんで、大人になったらね、この辺の飼育ももうちょっと楽になるかなと思います。はい、こんな感じでガラス面の清掃はこれで完了です。では続いて、このヤシ殻にこのね、スプレーで水を与えて加湿していきます。結構クレスはね、湿度を好む生き物なので、朝夕にね、こうやってきちんと霧吹きをして、だいたい湿度、そうですね、高い時で 70% 前後を保つようにしています。
なのでね、結構しっかりめにスプレーします。まあこんな感じでいいですかね。はい、では洗ってきましたこちらインゴジも戻します。うえー、水も滴るいいインディアンです。じゃあこの子もね、元の位置に戻します。ちなみにね、これ何かというとインディアンのシェルターですね。はい、では続いてこちらの流木も、はい、どうですか、綺麗にね、うんちとおしっこを落としてきました。はい、すっきりしましたね。こちらも元の位置にセットします。はい、オッケー。ではこのイオレイズも元の位置に戻します。いや、このイオレイズもね、置いておくだけで日々のね、うんちの嫌な匂いも軽減してくれるので本当におすすめです。はい、ということで日々のお世話はこんな感じです。いかがでしたかね。結構ね、飼育のやること自体はシンプルで、まあ比較的簡単じゃないかなとは思いますね。うん、まあただね、このうんちとおしっこが独特の匂いがするっていうのと、あとレオパみたいにね、トイレを覚えないっていうのだけがね、ちょっと難点というか、その辺がね、レオパより若干飼育難易度高いかなっていう気はするんですけど、それ以外はね、シンプルでもう何より可愛いんですよね。はい、もうなのでね、もうどんな飼育大変だったとしてもね、もうそれに合わせられるぐらいのね、もう飼っててもう本当にね、幸福感があるというか、もう帰ってくる幸せの方が多いですね。もうこの可愛さが全てを物語ってるんですよ。飼育ケージもね、30cm×45cm のケージで十分飼育できますので、スペースもそれほど取らないですし、あとは温度と湿度ですね。うちではエアコンと加湿器で毎日28度前後になるように設定してるんですけど、他にはね、特別バスキングライトも必要ないですし、まあその点もね、カメレオンやフトアゴ、トゲオアガマに比べて飼育は比較的楽なんじゃないかなと思います。はい、ということでクレタンもね、ケージに戻っていきましたね。はい、クレタンお疲れさん。はい、ということでまとめると、クレスは飼育もしやすくて可愛いのでおすすめということですね。まあ、もちろんね、飼育する前にはきちんと調べてからお迎えしてもらいたいんですけども、初心者にもおすすめっていうのもね、納得できるぐらいクレステッド月光はいいヤモリです。はい、あ、水飲んでる、可愛い。最後にね、ではこのシーンだけゆっくり見ましょう。お、全部飲み切りましたね。はい、そんな感じで本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。